さあ、まずはこちら、沖縄爆笑伝説。はい、今週のお題はスポーツとなっておりますよ。行きましょうか。はい、お疲れ様です、はい、さあ、ヒップネームエブリデイカチャーシーさん、いただきました。ありがとうございます。学校の体育の授業で肉離れを起こして保健室で休んでたら、先生が親に連絡しとこうねと言って、保健室から親に電話をした、すると、いろいろこんがらがってたのか、丸々くんが親離れをしてしまいましてねと意味わからんことを言っていた。いやいや、親離れはしてないだろ、まだ肉離れを親に伝える、ね、親離れが、そうそう、こんがらがうまいなと親にかけてる。だから僕があのデイビームージーっていうのと一緒ですよね。一緒前後がね、前後がちょっとわからんくなるっていう。デイビって言ってしまった後、ムージーしかないですからね。そうそう、デイビームージーこれからずっと保健室で生活しないといけないんですよ。だからさ、親離れしたら独立やし、もなんで今宣言されてるんだろう。はい、はい、続きまして、ヒープネーム鼻と口の間の謎の溝さんからいただきました。 これ陣中でしたか。陣中だ、はい、うん、野球してる人あるある、守備の時ぼーっとしてて頭上に鳥が飛んできたらボールが飛んできたと思って死にしかも。それこうフライが上がってきたって思うの、鳥が。おお、来た。そうなんですか。いや、野球やってましたけど、こうですか。多分これ外野あるあるかもしれないですね。外野ポジションがね、ポジションが、フライばっかり来て、内野はそんなに鳥が飛ぶところがない。内野はむしろ猫が走ってきて内野は猫か、外野は鳥なんか猫足が腰を落とすんだ。あんなマギーボール歩くやん。面白いな。違うかもしれない。野球あるあるな。はい、じゃあ続いて。はい、ヒープネームズーさんでいいんですかね。ありがとうございます。おじいとウォーキングをしていたある日、おじい本気でダッシュしてみてって軽い気持ちで言ってみた。したらおじい走るのデージ早い。少し恐怖を覚えた。ちょっと近所の人ビビったはずな。いつもウォーキングしてるおじいが走ってるって予想全く裏切る、あのターミネーターの敵みたいな走りが上げてくれるんですよね。ちょっと水銀みたいな、そう、あれ線型絶対ぶれないやつおじすごい走り大丈夫だったかな続きまして、ヒープネームオーティロ88さん、ありがとうございます。うちの兄はサッカーの推薦枠で内地の強豪大学に行った。お、すごい。だけどリフティング5回しかできない。死にスケベーになって帰ってきた。なんでよ。なんでよや。関係ないやろよ。リフティング5回とスケベーになって帰ってきた。最後の1行なんだ。なんだこれ。何の報告だ。これリフティング100回できてもスケベーになるでしょ。なる人は。サッカーにちょっと集中できなくなって。そっちの走ったかな。スケベーだったんだ。何を見てそう思ったんですか。スケベーになって帰ってきた。もうこっち磨くところを変えたんじゃないの。情報どっからなんですかね。見てわかるぐらいスケベーになったんでしょうね。でしょうね。もう玄関開けた瞬間スケベーと思います。ツヤ感とかがやっぱり。嫌だな。続きましてヒップネームルンルンさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。友達がおじいに、なんでおじいはゲートボールやらんのって聞いたら、おじいたちとおばあたちがスティックで殴り合うから行きたくないと言っていたらしい。あのゲートボール本当なんですか。熱いよ。なんかスローガンみたいのがあるんです。怒らないとか、なんか3つある。怒らない 3つ仲間をなんか怒らないとか あるよ、うん、俺なんかはマノーバーが来るから行かないとか言ってたから合わんわけよ。ゲート通過させるとわじられるよ仲間に。いや何やってる、これは何通過できない。どっちで殴ってるんですか。怖い。いや持つ方でしょう。あっちで行ったら多分新聞に載ってますからゲートボールじゃないし、ね、どんなスポーツやろう、ね、さあ、続いてのコーナーはこちら、沖縄爆笑伝説パート2。はい、今週のお題はズバリスポーツですよ。行きましょう。はい、来ております。ヒープネーム比嘉さん、いただきました。ありがとうございます。今激アツのカーリング、うちのおばあはテレビでカーリング競技を見るたび、おばあの家のお風呂場も掃除してくれないかねって言うこれ言うな掃
掃除機はまあまあ。いやあれ別に洗剤使ってないわ。何も転がってんし。なでもすごい綺麗になりそうじゃないですか。早いだろうな。綺麗だわーっつって。あれすごいね。はい、続きましてヒープネーム小豚さんからいただきました。ありがとうございます。小一の娘の作文に、日曜日にお父さんと公園に行きました。公園でびっくりしたことが2個ありました。1個はゲートボールしてるおじいおばあのマスクが茶色くなってて、なんでかなと思ってたら、休憩の時缶コーヒーをマスクつけたまま飲んでたからでした。もう1個はゲートボールに来てるおじいちゃん、13人中9人のズボンのチャックが開いてました。かかりました。関係や。これは何ですか？何を学んだわこれ。13人中9人、これで何を学んだわこれ。多いな。チャラトーが先生丸つけにくいよやこれ。コーヒー、マスクから、マスクの上からつけてるのは、あーランサーつって、なんか唇湿らす時ぐらいの感じなんだもん、なんかなんかさっきからゲートボール場がすごいな。熱いっすね。熱いな。面白い。はい、じゃあ続いて、はい、ヒープネームマッツンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。昔沖縄のボディービル界で有名な人から聞いた話、ムッキムキに鍛えていてもくしゃみしてぎっくり腰になる、風邪をひきやすく、大会前は坂道登るだけで息切れする、筋肉あるあるだそうな、これ青さん本当ですか？どうなんですか？これは一応あるあるなんですけど、あの筋肉がやっぱ鍛えれば鍛えるほど筋肉が固まってくるので、やっぱそこで大事なのがメンテナンス、しっかりとしたストレッチとかケアとかをしておけば、あのぎっくり腰とかも回避できるので大丈夫ですね。なので何事も鍛えすぎるよりもバランスっていうものが大事になってきます。説得力があれすごい、すぐセミナーみたいな感じで講師みたいになってるな。あすごい。今日もズバリお題がスポーツなんですけど、はい、青さんどうですか？はい、はいはい、うん、あ僕の話ですか？はいはい、うん、僕は今までずっとサッカーっていうものをしてたんです。サッカーだったんですね。はいはいはい、はい、でずっと高校が寮生活、うん、でめちゃくちゃ厳しい高校だったんですよ、はい、でもう一番きつかったのが食事、夜の食事がご飯大盛り3杯食べないといけないっていうものがあって、食べないといけない、食べないといけないです、はい、監督が見てる中、で監督がこちらから見ているので、僕はここだけを大盛りに山盛りについで、僕側はあの空白、なるほど、でこういう状態で、こういう状態で席に座って食べてました。なるほど。なんかさっきの話が出さなくなるでしょ。はい、どうぞ。まさに反対側が崖になってたわけですね。はい、反対側が崖です。崖で、はい、こんなのやっぱやるんです。みんなやるんだ。いや、私もやりそうなことすぎて、きつすぎて、ね、今だから言えますけど、はい、すごい、ありがとうございます、はい、続きましてヒープネームサトルーさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。昔スーパーでバイトしてた時、閉店時間に蛍の光じゃなくて試しに運動会のかけっこの音楽を流したら、おばさんたちがみんな少し小走りになった。てててててて、たぶんこれか、てて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 、いや急ぎますね、急いで、あのイラン人参とかも取りそうで、買わんと、なんか買わんとつって、カートすれば早くないぞ。はい、続いてはこちら、沖縄爆笑伝説パート3です。はい、今週のお題はスポーツとなっておりますよ。スポーツ面白いですね、うん、ヒープネーム、ポーリーさん、はい、ありがとうございます。昔彼女と甲子園を見ていた、緊張の場面で突然彼女が、こんな時に何ダブルピースしてるか、目立とうかって怒り出した。それは審判のツーボールツーストライクのジェスチャーだった。なんで審判に切れてる？あれ、キャッチャーの後ろで。ちょっと入ってください、入ってください。もしダブルピースだったらちょっとこうとかやるだな、こうとか。ちゃんとあれピッチャーにこんなやって、こんなの時もあるからね。はい、こんなの時もあるし。まあ、バッチリ映るからな、一応な。マスクでちら見えんし、誰か分からんし。いいね、いいね。続きまして、ヒープネームを国分寺の加藤ちゃん。ありがとうございます。話す、剣道歴38年、ムキムキの私、はい、スポーツクラブに体験に行ってみた。いろいろ測定後、スタッフさんが集まってデータを見るなり、こちらをチラチラ。相談を終えた後、リーダー格のお兄さんがやってきて、
どこをどうしたいんですかと聞かれた。もう仕上がってます。仕上がって直すとこない。別に直すとこないっすよ。仕上がってますけど。何をどうしましょうみたいな。なんかの資格かなと思ったんでしょうね。何か見抜かれるんかなとか。すごい。すごい。相当仕上がってるね。すごいな。ヒープネームキナ掃除機さん。ありがとうございます。友達と飲みながら、徳川家康がしたら面白いスポーツの話で盛り上がった結果大縄跳びをしている徳川家康が優勝したこれ一応これ俺モーでやったらずっと一応できるよこれもういやこれ多分今だったらカーリングですよカーリングですねカーリング徳川家康がやったら面白いカーリングですよ着物のあのこの幅でストーン隠れるはずよとかが何倍でもいけますよね豊臣秀吉と織田信長とやるわけですよ最後みんなびしゃびしゃなってびしゃびしゃなって続きましてイーブネーム料理上手な程よいブスさんありがとうございますありがとうございます金槌だった私のためにプール教室に通わせたおじい教室の先生がスパルタでビート板を使っての練習中、もっと足使え死ぬぞ後ろからサメ来てるぞおいってしっちり怒鳴られていた怖かったティーチャー又吉うちはまだ泳げんよこれは後ろからサメ来てるぞはもうあ、後ろがサメ来てる。あ、あ、あ、食べられた。食べられたじゃないよ。お疲れさんみたいに。あんたこれ海だったら食べられてるよ。食べられてる。昭和って感じするな。昭和って感じするな。うん、エイプネーム多いですね。ハエバルの青木狼さん。ありがとうございます。ありがとうございます。職場の先輩が草野球の試合をした時の話。先輩が冗談で前のランナーを追い越してアウトになった。その後チームメイトに相当わじられたと話していたバカだなと思った前のボケでボケで、ね、ボケでですねで、あれルールわからんよあの1点が大事だったとかの展開になったかもしれないね、うん、他の人がちょっとガチにやってたんですよ ね, そうですねガチめにいや笑わすところじゃないよやそう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 、ヒープネームロックンロールさんはいありがとうございます。スポーツマンシップにもっこりってまだ言う？よく聞いたよ昔先生スポーツマンシップにのっとりっていうのをスポーツマンシップにもっこりっていう寒い寒い俺が言ったんじゃないよヒープさん寒い俺が言ったんじゃないよこれ書いたの俺が再現しただけやさんスポーツスポーツマンヒップの時もないですかスポーツマンヒップにもっこりがスポーツマンヒップにもっこりこの世代ですよだから、うん、これが俺が言ってるんだよだから俺なんか言ってないですよヒープさんたちが言ってるボキャブラ天国俺がやってましたこれ避けてたんです俺はこんなの言わない絶対いやいや初めてダーティービューティー見た時言ってましたよ言ってないよずっとヒップにもっこりって言ってました言ってないでしょだからヒップさんもヒップにもっこりって相方もっこりさんなんでいいじゃないよお前テレビから嘘言うなヒップさんともっこりさん初めて聞いたよ相方もっこりって言うもっこりさん嫌だなもっこりさん嫌だなイブネームステゴザウルスさんはいありがとうございますはい小学6年生の時に空手の大会で初めて準優勝した人生で初めてもらった表彰状には私の名前ではなくなぜか五木ひろし殿と書かれていたなんで先生にそのことを告げると名前は関係ない結果が全てだと言われたなんで不思議な話だなこれボケでかあボケでなんか用意されてたんじゃないですかボケで笑わそうとしたのか仮で書いたフォーマットのやつそれずっと混乱してからやってたんじゃないですかおめでとうございます五木ひろしのこの大人はまた寒いっすね自己満俺が言ったんじゃないよね寒いわ五木ひろしはいお前じゃなくて全部滑ったら俺が言ったんじゃないですか俺じゃないよ書いたの読んだだけだ滑るんですよリブさん危ないですよ今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございましたありがとうございました、新たな爆笑伝説の認定今週はさあ誰でしょうか誰なんでしょうか
小一の娘の作文が、ゲートボール場行ったらおじいおばあたちが缶コーヒーをマスクつけたまま飲んで、13人中9人のズボンのチャックが開いてましたという正直だからね。おめでとうございます。おめでとう。ゲートボールよりやることいっぱいありますね。これもしかしたらこのゲートボール上のルールかもしれない。ないっすよ。チャックは開けていこうっていうね。じゃあチーム分けでしょうね。チーム分け開いてないとダメなんで。はい、わかりました。それでは、来週のお題参りましょう。来週のお題を北島三郎さんでお願いします。はいはい、嬉しい。こんなだった。わからないよ。これ森進道。これ森進道。森進道。今週もたくさんの投稿ありがとうございました。来週のお題は友達です。ヒップネームズーさん、フジミネコさん、赤いニトンローリーさん、ナコさん、ミサラキドさん、さっきのワイドスクワッツ、膝外に向けて、膝外に向けて、サメが来るよ、サメが来るよ、来週も見てね。